俺だけ宇宙に取り残されちゃった。入ってる。お使いのまたたびムービーラボは正常です。はい。オッケー。ありがとう。はい、いやー、商店街の福引きでまさか一等のバスツアー旅行を当たるとはなー。いや、めっちゃ運良かったな。めっちゃ運いい。唯一心配事があるとしたら、客が俺しかいないんだよね。マジ、客が俺しかいない。これ大丈夫かな、マジ、このバスツアー。皆様、本日はカラメル観光バスツアーのご当選おめでとうございます。おー、やったー、本日バスガイドを務めさせていただくカラメルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。では今見えてる景色について少し解説をさせていただきます。バスツアーっぽい。はい、右手に見えてまいりましたのは、バスの座席でございます。そりゃあるだろ、座席は。そして正面に見えますのは、バスのサイドミラーでございます。何を紹介してんの。今日も美しいですね。何の話してんですか。そして左手に見えますのはエチケット袋でーす。ちょっと貯めてエチケット袋紹介すんだよ。めっちゃバスのさ、内部の話じゃん。もう景色って言うなら外を紹介しろよ。あー、エチケット袋の方にこれゲートか、どうぞこちら。ゲートかと言うなよ、それ。ゲートか。汚ねえな、マジで。もうバスの内部じゃなくて外をだから紹介しないとダメですよ。はい。では、カラメル観光バスツアー、いよいよ出発いたします。おう。準備ができた方から部長編ざ。何それ、急にキャラ変わったな。何何、はい。おい、それ、はい、ナイス部長編ざ。何、グッメン。手上げてねえわ、はい、今グッメン。だるいだるい、急になんか乗り移った。何何、はい、じゃあ準備がよろしいということで、それでは出発。どうやってよろしいって判断したんだよ。え、何何、え、何何か、バスがなんかすごい、なんか揺れてる揺れてる。何これ、え、なんかこんな走られてた下準備みたいな、なんか始まって、何これ何これ、何これ、何、え、どういうこと。久しぶり、部活何するか決めた。俺はね、またたびムービーラブ。エバルパスペシャル。到着しました。宇宙。バスツアーで宇宙に来ることある？すげえ、宇宙初めて来た俺。てっきりさ、なんかお寺とか回ると思ってたんだけど、これ商店街のこれ、どっからこのお金出てきてんの。一等にしてもすごいよこれ。さて、右手に見えますのが、はいはいはい、バスの座席でございます。もういい、正面のサイドミラー。もういい、内部はもういい。宇宙まで来て内部の説明すんな。もういいよ。そして、左手にこちら見えますのが、はいはい、富士山でございます。富士山見えますか。え、はい、富士山どれ。もう あれ あそこの、はい、じゃあ富士山、あれほぼ地球が見えてるようなもんだけどね。富士山本当に見えてる。いや、もう見えるんで。本当かよ、はい、見えるんで。いやー、したら縁も竹縄。本当かよ、縁も竹縄か。ここで一曲カラオケにて私のお箱をお聴きください。自由すぎるスケジュール。はい、山の花風香る道、始まったなんか、静かな川のせせらぎの、よ、宇宙旅行で気分は上々、行き着く先は一石二鳥帳。なんかラップ始まったんだけど、何何、ポーズが屏風に上手に、ポーズに、ポーズが屏風に上手に、ポーズに丈夫なポーズが屏風に上手に、丈夫なポーズ、何、丈夫なポーズって誰だよ。はい、セイホー、何何、何か始まった、何、全部一人でやってる。何やり、何ちょっと分かった、
コール&レスポンス一人でやんの。坊主が病院上手に坊主が病院が上手に。またそれに戻るんだ。何ちょっと、何この歌。すみません、サービスエリアにちょっと到着したようです。ここでじゃあトイレ休憩にいたしましょう。自由すぎるだろ、マジで。でも宇宙にトイレできるとこなんてありますか？どこに、なんか、あれですか？もしかしたらなんか便座だけがぷかぷか浮いてますけど、もしかしてトイレってあれのことですか？もうその通りです。こちらで用を足していただいて、無理、はい。これが本当のスペースデブリってか。うるせえうるせえ。ギャグ滑りそうになったから、ギャグ滑りそうになったからって叫ぶな、うるせえな。じゃ電気だけとかまだわかるけど、便座だけあるってさ、もうそれなんか野に放ってるのと同じじゃん。絶対嫌だわ、こんなん。そうですか、もしあれだったら、そちらのエチケット袋。エチケット袋もやだ、エチケット袋デブリは絶対したくないわ。飼い犬の糞みたいになるじゃん、そしたら。やだ。そうですか。ではこのまま出発いたします、ね。その二択しかトイレする手段ないんだ。じゃあ、そうですね、このままですと、目的地の月まではあと30分ほどで到着となります。なにこれ、月が目的地なんですか？そうです、ね、それすら知らなかったわ。月とか行ったことないですよ俺。本当ですか？楽しみ。私なんて月一で月行ってますよ。月だけに。あーやーうるさい。滑りかけた時に大声出すな、マジで。何その、末尾のそれもなんだよ、それ。いや、まあ月なんてね、あんまなんもないとこですけど、うんうんうん、でもちょうどこの前行った時なんか、はいはい、旗落ちてて、拾ってきたんですよ。はいはい、それダメ、その旗めっちゃ大事な、人類にとっては大きな一歩のやつ、それ。ダメ、それ。戻して、後で。いいじゃないよ、本当に。まさたびムービーラボおめえ、お前またたびムービーラボだな。チャズネアたっけーな、またたびムービーラボ。たほらが変わんねえな、おい。あ、月が近づいてきましたよ。おお、そういえば皆さん、月の模様って何かに似てると思いませんか？はいはい、なんか昔から言いますよね。なんかウサギがお餅ついてるみたいな。どう見てもヌーの群れでしょ。ヌーの群れ？なに、ヌーってなんかの水牛みたいなやつか。あれ、はいはい、どこがヌーなんすか、あれ。いや、ここら辺の模様なんかもうヌーの大群がいっぱいまとまって。本当？いや、これ別に、はいはい、そういうことは。でもそれ別にヌーである必要ないだろ。その理論なら何の群れでもいいだろ、そんなら。あ、ほらほら、右手に綺麗な星座も見えてきましたよ。あれあれあれ、オリオン座じゃないですか、はい、あれ、オリオン座。何言ってんすか、ヌーザですよ。ヌーザ？いや、あれ、どこをどう見たらヌーに見えるんだよ、あれが。どう見てもオリオン座じゃねえか。いや、違います。ここにある、はいはい、ペテルギウスって言うんですけど、ペテルギウスとシリウスとプロキオンをつなぐと、三角形。これ、ヌーの大三角形。冬の大三角形。有名な話です。あまりにも有名じゃん。なんだ、ヌーの大三角形。冬の大三角形ね。見てください、見てください、あれ。何、はい、窓の外、今度は何、今度は窓の外、あれあれ。何あれ、もしかして、宇宙人じゃないですか。でも、ほんとだ。あれ、宇宙人だ、すごい。どうやら友好的なようですね。あの宇宙人絶対友好的だ。だからでも友好的って書いてあるもんね。だってね、そんなことある。そんな。こういうこともやっぱあるんですね。ちょっと宇宙ってやっぱ本当に不思議がいっぱいですね。その締めくくりでいいか、本当に。そろそろお待ちかねの月に到着でーす。あー、楽しみだな。ちょっとさっきの旗もね、返そうね、あれね。ウィーウィー、何なんかとぶつかった。めっちゃ、何これ、警報音がめっちゃ、警報音が鳴ってる。警報音、お前が自分で言ってるだけかよ。警報音の機能つけとけよ。ちょっと、何が起きたんすか、何か説明してください、ちょっと。すいません、どうやらウィーウバスにウィーウ、はい、障害物。同時は無理がある。警報音と同時は無理があるから。ウィーウ、違う、そっちを残せ。説明の方を残せよ。説明を残せ。すいません、このバスに障害物がぶつかってしまったようで、今制御不能になってしまいました。
私たちはもうおしまいです。おしまいですってことある？え、その状況でよく Wii U 側を残したな、さっき。え、何がぶつかったんだろう？え、何？あ、さっきの便座がぶつかってんじゃん。え、あんなもん宇宙に放置するから。え、でもこれやばくないですか？やばいっすね。え、どうします？助かる方法が一つだけあります。え、なになになに？この脱出スポットに乗れば自動的に地球まで送り届けてくれるはずです。よかった。あ、じゃあ、はい、早く早く乗りましょう、乗りましょう。じゃあ、はいはい。ガイドさーん！俺だけ宇宙に取り残されちゃったー！ニュースです。先ほど速報が入ってきました。バス旅行で宇宙に行っていたレッサーパンダ1匹が事故によりそのまま宇宙に取り残されてしまったようです。警察は当時バスガイドをしていた猫1匹を逮捕し、懲役3兆万年を課したそうです。果たして宇宙のレッサーパンダは助かるのでしょうか？会長、大変なことになってますけど、どうします？よし、できた。もちろんわしが作ったこのロケットで助けに行こう。ただ一つだけ重大な問題があってな。発射するときに使う火力が全然足りないんじゃよ。私に任せて。あたしさん、本当か？ただ実験もまだ終わってないし、燃料の配置とかケーブルの配線とかもまだちゃんと確認してないんじゃよ。そもそもこのロケットがちゃんと飛ばせるか。うるせえ！はあ、このまま地球に帰れなかったらどうしよう。あ？なんだあれ？うわー、何これ？ロケット？あ、これがあれば地球に帰れるかも。よし、こいつにかけよう。おっきゃー！あ、もう地球見えてる。あとちょっとだ、あとちょっと。うわ、でもなんかこのロケットぶっ壊れそうだけど、これ大丈夫？これ地球まで持つか？あ、これもう先端のとこが負荷に耐えらんないんだ。あ、やばいやばい、どうしよう。しょうがないな。あ、なんかこっちに近づいてくる。あいつなんか見たことあるぞ。あ、なんかよくわかんないけど俺のことを守ってくれてる。あ、あれってもしかして流れ星？あ、珍しいわ。なんか願い事してみるわ。人参をお腹いっぱい食べたい、人参をお腹いっぱい食べたい、人参をお腹いっぱい食べたい。あいだ。あ、ここは地球。やったー、戻ってこれたんだー。はぁ、いやー、なんか思い返すとここ最近白い猫に数々のひどい目に遭わされてた気がするけど、いやでもなんかやっぱり地球が一番だなー。あ、グルンさん。あ、こんなとこで何してんの？いや、なんでもない。もう、そっか。あ、そういえばさっきこんなもん拾ったんだけど。ん？どれどれ。結局最後までこんなオチかー。小判と豚に真珠を全部全部プレゼント。楽しいことはみんな集めてしっちゃかめちゃかまた旅ムービー。神さんとするじゃんけん、なめくじとするパンク競争。嘘か本当かどうでもいいかも、みんな見てくれてありがとう。じゃ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 。こんにちは、カラメルです。またたびムービーラボ、今回で最終回となってしまいました。皆さんいかがだったでしょうか。最終回に至った理由としては、制作上心身ともに疲労が見え、そして家庭上の都合という問題が出てきてしまいました。詳しい事情としては様々あるんですが、やはり一番の理由としましては、どうしようかな。誰か死んだことにしようかな。あいた！いや、めちゃめちゃサボってんじゃねえか。